これ構えられると難しいですからね。 5-4-1 ってなるとほとんどスペースないですからね。さあ、はい、バッターセレッソゴール前へ、上城チャンスだ、上城ゴールイン、セレッソ大きな追加点、途中投入の上城が期待に応えました。89分です。まあ、ビルドアップの、まあ、プレッシャーかけたことによってベルマーレのビルドアップにミスを誘ってですね、そこから奪ってから素早かったですね。まあ、人数は前線にそんなにいないですけど非常に効果的に、まあ、奥野から上城ですよね。上城もいいところにボールがコントロールできたと思いますね。ファーストタッチがね、キーパーゴールが見える、しっかりと駆け引きができるようなところにねボールが置けたんで、まあ、あとは落ち着いてですね、まあ、キーパーの逆を突くようなシュートでしたけど、キーパーのソン・ボングもうまく手に当てましたけどね。はい。